で、同じくですね、陸前高田で活躍されている今日佐々木さんの方にも来ていただいたんですけども、佐々木さんはもともと東京で上京されて、どんな仕事をされていたということなんですけども、なんでこう今、西武高田として活動されてますが、どういった経緯というか、どういうなんかこう縁とかがあったのか、ちょっとお話しいただければ。経緯ですか。そうですね、先ほどちょっとご紹介にあったように、私も菅野さんと一緒で岩手県の陸前高田市の高田町というところの生まれですね。今回、被害を受けた、市街地がまさに高田町というところなんですけども、私の実家もそこにありまして、実家の大工をやってたんですけど、工場とお家の方が、全部流されてしまったという状況があったんですね。311の当時は東京にいて仕事をしていたんですけども、最初は本当になんか大きな地震があったなくらいしか感じてなくて、まさか自分の本当に、故郷というか田舎がですね、あんな津波被害に受けるとは夢にも思ってなかったんですけども、やっぱり夕方くらいにツイッター、ソーシャルメディアの方で陸前高田が亡くなったらしいみたいなものを見てですね、その時初めてこう焦ったんですね。もしかするとこれ津波来たんじゃないかと思って、でそこからもう本当に何て言うんでしょうね、無我夢中っていう言葉が一番ぴったりくると思うんですけど、家族の安否確認であったりとか、あと友達もやっぱり高田の方に多かったので、友達が来てるかどうかっていうところですね。っていうのを本当にひたすら必死にやっていたというのが実は始まりではあったんですけども、最初は本当に自分の家族や友達、知人の安否確認を最初にやってたんですけども、その活動を通していく中でいろんな方々と知り合っていったんですね。もともと私はウェブ屋さんになりたいというところで企業準備をしていたので、ホームページの立ち上げを12日にしたんですね。情報サイトというか陸前高田のそういう情報を集めるサイトを作って、そこにひたすらこう情報を流してたんですけど、それを見た出身者の方もそうですし、たくさんの他県の生まれの方、そういって陸前高田とか関係なく東北大変になってるなっていうので応援したいという人たちがそこで集まって。で、だんだんですね、その安否確認だけじゃなくって、避難所の運営支援であったりとか、物資支援であったりとか、自然にこう雪だるま式っていうんですかね、増えていったというのが実は経緯としてあります。で、そんなことは3月4月2011年ですね、3月4月5月に、やっていたところ、その時には西武高田っていう名前がついてたんですね、すでに。なんか任意団体西武高田みたいな。僕が知らないうちって、知らないってわけではないんですけど、もう本当にこう、みこしがボンと上がってですね、あれ、これいつの間にか代表だみたいな感じになっていて、でもその時話し合ったんですね。じゃあ、3ヶ月ボランティア、物資支援とかたくさんしてきたけど、これからどうするよっていう話を、その当時の仲間として、これを本業とするかどうかは別として、まず始めてしまったことだし、少なからず自分たちの、手で笑顔になっている人たちがいるっていうことであれば、続けようっていうことを話し合って、で、6月に、2011年6月ですね、一般社団法人登記をしたというのが、経緯としてありますね。あとは本当にもう、2012年の夏までは完璧ボランティアだったんですけども、おかげさまで今、本業としてきちんと復興を仕事として、やっております。じゃ、結構最近までボランティアとしてということで活動だったんですね。そうですね、私、そもそもこういったボランティア活動であったりとか、いわゆる社会活動、市民活動みたいなことはやったことがない、なかったんです。ないんです。本当にやったことない中で、これじゃあ継続って言うけど、どう継続していけばいいのみたいなのを本当に悩んだんですね。毎日毎日悩んで、でも2011年ってすごくこう、なんて言うんでしょうね、こうまだ緊急支援の時期で、ものすごい問い合わせの数とかが、もう1日それこそ50とか、もうそのくらいあったっていうのを、ボランティアだけでさばいてたので、本当にその中でもやっぱり継続してやるためには事業化しなきゃいけない、ビジネスとして社会事業としてやらなきゃいけないっていうのを悩みに悩んだ2年でしたね。今ちょっと継続っていう言葉が出たんですけど、今震災から2年じゃないですか。佐々木さん以外にちょっといろんな方に聞きたいんですけども、震災から2年経って被災地の現状というか、どうですか、変わったりとか。
しました。その震災前、震災後も含めて、今2年経って、どういうふうに変わりつつあるのかなっていうのが、ちょっと、それぞれの視点でちょっとお聞きしたいんですけども、じゃあ、佐々木さんの方から。はい、分かりました。そうですね、震災からの2年経って、やはり思うことは、もう本当にシンプルですね。これからやっぱり長く長くかかっていくなっていうのを改めて感じた2年でした。ある意味2011年と12年はなんか本当にみんなが体験したことないような災害が起きて、でたくさんの人が本当に大変な状態になって、それをみんなでやったことないけどなんとかしなきゃいけないんじゃないかっていうので応援してた時期だったと思います。ただやっぱり2年経ってきて、いろんなものが、落ち着いてきて、ただその中でもやっぱり1年、2年、3年の話じゃないんですね。やっぱり10年も20年も30年もかかっていく話だと思っています。ただそういった中では地元の人はやっと落ち着いてきた、家が流されたことであったり家族が亡くなったことであったりは本当に体験の喪失感がある中でなんですけども、やっとそこに対して向き合っていくかもしれないみたいな、やっとそこに対して考え始めて、そして周りの応援している人たちはじゃあこれから我々はこの1年間2年間はいろいろ試行錯誤しながら東北のためにやってきたけど、じゃあこれから自分たちはどう関わっていくかっていうのを逆に応援している人たちも私も含めて向き合う始めているところではあるのかなと思っています。それは多分陸前高田だけじゃなくて他のその東北の被災地同じだと思っています。はい、はい、ありがとうございます。で、浅野さんはこう2年経ってどういうふうに変わっていったとか、どういう現状とかってどういうふうな思いみたいなのがありますか？はい、問題はその津波と放射能とかって全く違う問題だと思うんですけど、 はい、それでもやっぱり佐々木さんがおっしゃったことに近い状態が福島にもあると思っていて、はい、それはやっぱり2011年はもうそれこそさっきおっしゃってたような無我夢中っていう状態でみんな動いていた感じなんですよね、はい、で2年経って、震災以前の日常とはもちろん変わってしまっているんですけど、はい、それでも何かこう新しい日常というものが作られ始めているというかですね、はい、もう今も福島市で住んでいる人間、福島県で住んでいる人間いっぱいいますので、はい、で、もうそれこそ僕の教えている大学の学生も入学した子がもう卒業する短大だとかですね、で、子供も育ってたりとか就職活動している人間がいたりとか、すごく普通の生活、日常というものが震災の後に今作られ始めているなと思っていて、でとは言っても放射能の問題とか別に解決したわけではなく、はい、で僕も含めて奥さんと奥様方の井戸端会議の中で、あ、うちは来週除染なのよとか、ちょうど僕ん家の実家の土地もなんか1週間ぐらい前に除染の人が説明しに来たりとか、はい、もうなんか除染って言葉とか放射能って言葉とか、なんかそういったものが日常の、今日天気がいいねと同じようなレベルでやっぱり語られる日常が今作られていて、はい、でじゃあこのあとどうしていくべきなのかななんていうふうに考えると、僕自身の考え方になるんですけど、はい、やっぱりこうただ復興活動とか、もちろん復興は大事だし復興活動を僕もこれからもやっていくことになると思うんですけど、はい、何かその何でしょうね、復興活動って言いたくないんですよ、自分の活動をこれからやっていくことを。だからこう福島、その新しい日常が出来上がってる福島でこれからこんな面白いことをやるんだよとか、逆に震災前はできなかったけど今はこんなことができるんだよとか、はい、でその活動をすることで福島にとっていいことが起こって、福島にいる人たちがそれこそ笑顔になってくれればそれでいいという考え方なので、あんまりこう復興だとか福島だとか、反原発だとか、なんかそういう、こう大義名分みたいなものに頼るんではなくて、はい、もう本当に普通の人が普通に楽しいような生活ができるものを作っていく時期なのかなと感じてますね。はい、